小さい静かなあの店、うん、美味しいコーヒーを飲ませた本当に素敵な喫茶店あの頃は日暮れると二人で静かに過ごした店思い出は過ぎたことだけど忘れられずに今日の日また来てみると思い出はよみんなあの日腰掛けたなんだ椅子もそのままです二人並んで腰掛けた古い腰掛け今はどこにどうしているかどこに暮らしているか二人並んで腰掛けた頭の中はどういう仕掛けになってるんだ脳みその中の大事なボタンがじらーっと掛け違いになってんじゃないのかたとえそれが息子であれ兄であれ1分1秒でも脱走兵をかくまえばご両親や妹の手が後ろへ回るんだぞ無論この源次郎も弟の逃亡を助けた数でお仕置きになるそれなのによくまあのんきに歌など歌っていられたもんだとも君という男がよくわからん歌は活力の源です今自分の歌っているこの歌をこの日本のどこかで何十人か何百人か知らないがとにかく大勢の人が歌っているに違いねえと思うと自然に勇気が湧いみんなで分けてください急ぎますので今日はこれでおいおいちょっと待ってよ翔一さんあなた今何をやっているのよ相変わらず脱走兵をやっていますそうじゃなくてあのパリッとした背広着てるのねどうしたの上海で買ったのチューブルだけど上海東亜海運の人事部にいるんだ、うん、それでそいつが上海定期航路の太陽丸にまかナイフ見習いで潜り込めというもんだからさ今は神戸と上海の間を行ったり来たりしてるそうそうそれは上海土産ですさすがだ頭いいぞ本当にうまいところへ潜り込みましたな敵ながらあっぱれな粘り強さだな敵ってことはないと思うけどな俺たち兄弟じゃないですか翔一さん今度はあなたおじさんになるのよ三沢さん、赤ちゃんができたよすごいおめでとう、元気さんよし、この次来るときはね、なんかおもちゃ買ってくれよそう頑張るんだぞじゃあ気をつけてね気をつけろシャイナタンゴ、夢を目に承知、ゆらゆら風に揺れ、板に揺れ揺れてくれゆくShine on.
地方兵一等兵だな。違います。よくもまあ抜け抜けと。あの先を急ぎますので。マムシと異名を取るこの権藤から逃げ切れると思ってるのか。失礼。待て。靴。あ、そうだ。うわあ。違います。あっちあっちあっち。待て待て。逃げ切れるといいがね。どんなおもちゃを持ってきてくれるつもりか楽しみでね。赤い目玉のサソリ、広げたわしの翼。